秘密結社ダビネコどーチャンネル。はい、おはようございます。ダビネコ1号ルタジェンマです。今日はね、カウルミラーをつけたいと思います。でね、カウルミラーをつけてスクリーンがね、純正のノーマルを使ってるんでね、これをね、ちょっと色を塗ってみたいかなと思ってます。まあ、色塗っちゃって失敗しても大丈夫かなと思ってます。なぜならばもう一枚あるからやってみましょうか。はいね、中華ジンバル使ってたらね、動画の保存に失敗しましたんでね、つけてるとこ取れてませんでした。ぐぬぬですよね。とりあえず、仮付けしました。なんでね、カウルミラーにしたかっていうと、ハイエースに乗せるときにね、スクリーンの高さまでだったらハイエースに乗るんすよ。でね、ミラーの位置下げたかったんでね、純正の高さよりね。そうすればね、ハイエースにトランプするときに、ミラー外さずに済むかなっていうことですね。ちょっと顔が締まったかな。うん、はい、じゃあね、次塗装の工程に行きたいと思います。ほい、取れました。ざっとのね、この塗装の工程は、マフラーカバーのね、塗装下階のやつを見てもらえば分かると思いますので、もう今回は省きます。はい、一応ね、作った色がこれ元の色で、濃度を薄くして、白に吹いたのがこの色になります。で、ダークスモークのスクリーンなんで、この青がどんだけ効くかちょっと分かんないけど、これを3-5ってやってみればいいぐらいかなと思うんで、チャレンジしてみます。ね、失敗したらもうこのベタ塗りでこの色にします。はい、じゃあ電源オン。あ、はい、とりあえずね、スクリーンに塗ってきたんで取り付けてみたいと思います。はい、じゃあ、スクリーンに塗った感じはこちらはい、とりあえずね、乗せてみたいんだけど、はい、じゃあ皆さんの声を代弁してみましょうか。微妙これ微妙ね、一応薄く塗ったから、これ一応透過してるんですよ。手見えるかな。ね、透過してる風に塗ったんだけど、微妙だなこれいや、あえて言わないよ、格好悪いとはとりあえずね、もう組むしかない。とりあえずこのまま組みます。はい、後日ですね、とりあえずね、ノーマルのスクリーンに戻してね、カウルミラーつけてね、まあこれで元に戻っていいじゃんってことなんだけど、やっぱりね、やり直したい。これこのね、大失敗した色塗っちゃったスクリーン、これをね、また別の色に塗り替えて再チャレンジしてみたいと思います。はい、とりあえずね、今回はベースの白を吹いてから、濃度を薄めたこのブルーのメタリックを塗ってみたいかなと思います。最悪もこのブルーのメタリックでベタ塗りします。えとりあえずそんな感じで、まあやってみましょう失敗するかもしれないけど。はい、とりあえず白を吹いていきます。
ちょっと塗装の途中なんだけど、ちょっとグラデーションにした方が良くなるかなと思って、ちょっとグラデーション塗装に変えてみます。はい、行き当たりばったりです。いろいろやり方あると思うんだけど、まあ、青塗って白塗って、青塗って白塗っての方法がいいかな。こっちの範囲が狭いんで、こっちのギリをギリだけ濃くやってみたいかなと思います。はい、じゃあクリアいきます。塗ってきたんでね、とりあえず乗せてみましょう。さあどうなったのかな。さあじゃあどうなったでしょう。取り付けてみた感じはこちら、ドン。どうでしょうか。ちょっとねアイスブルーというかね、白と青のグラデーションにしてみました。で太陽がちょっと当たるとこんな感じ。ちょっと今日曇り空なんでね、そんなに違いが分かりにくいかと思うんだけど、一応まあグラデーションになってるかなっていう感じです。ちょっと表出してみようか、雨降ってるけど、悪くないんじゃないかな、ね、このマフラーカバーを、マフラーカバーをね白く塗ってあるから意外とすんなり合ってたかと思います。はい、でねタオルミラーもつけてみました。ね、これでハイエースにトランポした時にね、ミラー外さずに済むから、これで良かったかなと思います。なんだかんだでうまくいったかな。はい、でスクリーンに塗ったはいいんだけどね、あまりにも殺風景なんでちょっとカッティングを数パターン作ってみました。ちょっとねどれがいいかやっね、ちょっとねどれがいいか試してみて貼ってみたいと思います。はい、ということでね、スクリーンを、まあ、グラデーション塗装してカウルミラーをつけて、最終的にね、カッティングを入れました。リンクトゥー LMW ですね。こんな感じで、できまして、まあ、全体像こんな感じ。ね、マフラーカバーを白く塗装してあるんで、スクリーンの白を塗ってもそんなに違和感が出ないかなと思います。でね、全体的に、まあ、こんな仕上がりで、やっぱ文字が入ることによってね、ちょっと締まり、ちょっと、文字が入ったことによって、ちょっと締まった感が出てくるかなと思います。はい、こんな感じです、今日は。ね、はい、じゃあ今日はこんな感じで、スクリーンの塗装をして、カウルミラーをつけたの回でした。はい。じゃあまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。